皆さんこんにちは。恵美子芝村のふわふわチャンネルです。イエーイ。このチャンネルは明るく楽しく史上最速で幸せになっちゃうふわふわの魔法をお届けしています。皆さん今回はですね、これをやめると一気に運勢が爆上がりというお話なんですけど、何をね、やったら運気が下がるのかっていうお話なんですね。そのうち7つあるので、これを皆さんにお知らせしたいと思います。まず一つ目なんですけどね、自分と人を比較しないということなんですよ。これね、比較するとね、自分のテンションも下がるよね。あの人こんだけできるのにとか、なんで自分はできないんだとか、どん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 ドツボにはまってっちゃうんだよね。中にはね、スポーツ選手であの人すごいから自分を頑張るんだっていう、ポジティブとしていいんですけど、なかなかね、人と比較するとね、落ち込むだけなんですね。で、自信をなくすことになっちゃうんですよ。だから卑下することになってしまいますからね。これは一つ目、やっちゃいけないんですね。この二つ目は威張ることなんですよ。これみっともないし、それと威張られた相手だってね、相手をバカにしてるんだよね。それその人ね、あの自己重要感上げる方法他にもあるのにね、人に威張り散らかして人のエネルギーを奪っちゃってね、自分がね、エネルギー上がったってダメなんですよ。やっぱりね、これ愛されてなんぼのもんなんだし、また威張ってる人見てみんなかっこいいと思いますか？思わないよね。周りから見てもかっこいいと思わないってこと自体が良くないんです。しかも相手に対して失礼ですよね。この2つ目はやっちゃいけませんね。威張っちゃいけません。今度3つ目なんですよ。舐められるのもいけないんですよ。威張るのもいけないんだけど、舐められるのもいけないんですよね。この舐められるっていうことにおいてはね、皆さんね、やっぱり見た目ってね、大事です。よく役者さんとかっているじゃないですか。富豪に見える役を演じる人とかさ、貧しい役を演じる人とかっていうと見た目で全然違っちゃうよね。で、意外に見た目を変えるだけでね、舐められないんです。それと自分の中でね、舐められないっていうように自分を鼓舞するんです。そして自分の意見もね、ちゃんと言えるようにする、そういうことが大事ですよね。ここのところ威張ってもいけないし、舐められてもいけないということになりますね。それと4つ目なんですよ。ブスッとねしてるのはダメなんですね。意外にブスッとしちゃう人多いんですよ。普通にしててもブスッと見えるってもう最悪なんですけど、怒られたらブスッとしちゃうってね、あれもったいないよね。怒られてもはいってちょっと笑顔で返すとかさ、とにかく普通にね、こう微笑むくらいでいるといいですよね。そうするとあなた自身も愛される人になるし、周りの人にもね、いい影響を与える人になりますね。ということでブスッとしてはいけません。ここちょっと意識してね。5つ目なんですけど、他人を変えようとしないんです。変えようとする人いるじゃないですか、まあ、その人のためを思って変えようとする人もいるんですけど、変えられる方はたまったもんじゃないんですよね。その人はその人なりに一生懸命生きてるんです。だから変えようとしないんですね。そして変えられるのは自分だけです。自分だけ変える努力をすることはいいんです。でもそれを一人まで変えようとするとね、自分も苦しいけれども相手も苦しいよね。やっぱり尊重しなきゃいけません、相手はね。なので大丈夫だよって、そういうような声をかけたりするといいんですよね。それでは6つ目ですね。心配しすぎって、これもダメなんですね。心配するってこと自体が相手を信じてないってことなんですよ。だからね、まあ大丈夫ってね、えみちゃんいつもね言うんですけど、大丈夫だよっていうことを言うんですね。で、心配しすぎること自体が相手にね、不安のね、魔法をかけちゃってますからね。これはね、相手にとっても良くないけど、かけちゃった方もね、心配しすぎるっていうのは自分も辛いからね、良くないですね。そして7つ目なんです。愚痴、悪口ですよ。さりげなくやっちゃうんだね、これね。愚痴もな、悪口も意識してないんだけど、つい自分の気持ちのままに言っちゃったりする人っているじゃないですか。もう泣き言もダメだけど、愚痴もね、ダメですね。悪口も良くない。
あなただって悪口言われたら嫌でしょ。で、悪口こそが一番運勢悪くします。その悪口言ってる人の耳の中入っちゃったらとんでもないですよね。だからそれは愚痴と悪口をやめることなんですね。で、これね、一番ね、この7つ言ったんですけども、これのキーワードなんですよ。これはどんなことが起きてるかっていうとね、自分や他人を否定することが一番運気を下げるんです。相手や自分をね、否定することはダメなんです。肯定することが運気を上げることになります。この7つは自分と相手を否定してます。そういう人がね、運気上がるわけがないんですよ。だって自分も肯定できない、相手も肯定できないって、肯定じゃなくて否定ばっかりになっちゃったらさ、起きる現象は否定現象しか起きませんからね。それより自分を肯定し、相手も肯定する、そういう人がね、運気爆上げなんですよ。だからこの7選は皆さん意識してやらないようにしてください。その反対をやってください。反対をやっていくことが皆さんの運気が爆上げになっちゃうんですよ。一つでも意識してやってみてくださいね。そしたら皆さんの運気がいい方に爆上げしますよ。これこそが天が味方するね、生き方ですよね。今回は運気を下げる行動7選をお話しさせていただきました。皆さん、ちょっとここ意識してみてくださいね。そして皆さんの人生爆上げにしちゃってください。えみちゃん応援してますよ。この動画良かったと思う方はシェアとチャンネル登録、いいねもよろしくお願いします。それからコメントもお願いします。待ってますよ。